金森万象は、日本の映画監督、脚本家である。新刊字表記、金森万象、本名、金森正次郎。牧野正造の映画最初期の助手であり、脚本、すすきた六兵、撮影、医師の製造とのトリオが、牧野最盛期の映画制作を支え、牧野の歴史と共にある人物として知られる。1893年7月10日。 京都府京都市下京区東道院通り松原に生まれる。初期の資料である日本映画年間大十13.4年には明治28年7月10日と記されている。実家は後に嵐山で土産物屋を営業していたという。同区にあった旧姓京都市立第二高等小学校を卒業した後、諸職業を経て二十四歳となる九百十七年。 活動写真雑誌社京都誌社を設立、同社の映画記者として活動する。万26歳となる1919 19年7月、当時、日活関西撮影所の監督であった、牧野正造の所生に入り、助監督となる。同年7月10日、牧野が日活を退社して、新会社、三角商会を設立、金森は同社に入社して、都に憧れてを、演出、同作は、 同年11月30日に公開され、監督としてデビューする。同社は、翌1920年1月に、日活に吸収されるが、その1年半後の1921年6月には、牧野は再独立し、牧野教育映画製作所及びそのスタジオとしての、当時院撮影所を設立。金森はこれに、改めて入社、監督及び、撮影日誌として活動する。 同社は、1923年6月1日、牧野映画製作所に開祖され、金森は引き続き、同社の当時院撮影所で監督を務めた。同社は、脚本家、鈴木きた六平が登場したことで知られるが、金森は、同年7月9日に公開された、鈴木きたのデビュー作、浮世石紫ズキンを手掛け、同作では、牧野と共に監督としてクレジットされ、以降、 多く、すすきた作品を手掛けた。浮世絵し崎図金については、はずみつねおも、大井広助も、連続活劇の影響を指摘している。1924年7月、同社は、東亜キネマへの九州合併が行われ、同撮影所は、東亜キネマ当人撮影所となるが、金森は引き続き、同撮影所で監督を務めた。 日本映画年間大賞13.4年によれば、当時金森は北欧作家の著書を好んで読んでいたという。金森が監督し、同年10月17日に公開されたロビンフットの夢は、アラン・ド・ワン監督、ダグラス・フェアバンクス主演によるロビンフットにインスパイアされた作品であり、当時の金森はジョージ・ビー・サイツの作品に傾倒していたと言われている。上は春 千代香織の巻き撮影時のオフショット、手前が金森、左後が助監督の感覚紅葉、後ろの二人が当時俳優の牧野忠忠、津賀静子。1925年6月、牧野は、東亜キネマを退社、新たに五室撮影所を建設、牧野プロダクションを設立、金森はこれに参加する。金森の参加の経緯について、同年に発行された、欧米及び、 日本の映画誌にすでに記されており、道書によれば、牧野が去った当人撮影所は、小笹正人が新所長に就任して効率化を図ったが、牧野派の従業員は、大業を続けていたため、沼田公六、金森、宮崎康吉、田中茂二郎、片岡一太郎、中根隆太郎、泉春子ら20名、及び大道具、小道具、一装部のすべてを各種、 これを前後して、山根幹人や坂東つ三郎も、自主退社、坂東を除いて水巻野に流れたという。同年12月、勘化紅葉が金森の書生を経て、同社に入社、金森付の助監督になっている。金森に指示した者は、勘化のほか、後に、金森の協立映画プロダクションで、脚本も書いた、滝川浩二がいた。この頃、鈴木た、 二川文太郎、井上金太郎、月形龍之介、津村健らと共に、牧野をめぐる、同入者を結成している。1929年7月25日には、牧野正像が亡くなり、同年9月に、牧野正広を核とした、新体制が発表になると、金森は、牧野正広、二川文太郎、吉野二郎、坂田重則、勝見正義らと共に、 監督に名を連ねた。その後、身体成果の牧野プロダクションは、財政が悪化し、同年12月、賃金未払いが発生して、ストライキが起き、翌1931年1月、牧野正弘に代わって、二川文太郎が委員長となった、従業員組合の副委員長に、勝美と共に就任している。同年同月、制作が再開されたが、 同年2月にはオムロ撮影所が全焼、同年3月末には解散を余儀なくされた。金森は最後まで同社に所属して、同社の制作を支え、同年4月24日に公開された稽古歌、竜桜が、同社での最後の監督作であり、同作が同社の最終作品となった。牧のプロダクション解散の半年後の同年10月、同社元専務、 内藤富吉が設立した内藤プロダクションで旧牧野の人材と共に天理教の講演により制作した大成天理五教祖を柏木和夫と共同で監督している。翌1932年2月には高村正嗣と立花良介が五室撮影所に設立したただし、A のキネ牧野絹まで牧野正宏と共同で一作監督しているが、同社は同年4月には解散。 そこで、金森は、牧野の残党を集め、強立映画プロダクションを設立、映画制作を開始した。しかしながら、同社もすぐに解散となり、同年中に、市川歌右衛門プロダクションに、入社、二作を監督し、翌1933年には、新設の税王スタジオで陶器を手掛けた。弟子の感覚応用によれば、その後、一時、 低山観光バスの写真部に在籍したという。しかしながら、この証言は、感化のみのもので確証はなく、通常は、税王が合併して、1937年9月10日、東宝映画になり、1943年12月10日に、さらに合併により、東宝になるが、監督は廃業し、同社に、事務職として奉職して、第二次世界大戦後に至った、とされている。 退職後の晩年は、京都の右京区佐賀の有栖川町で一人暮らしをしていたという。1970年代には、京都に本拠地を持つ日本生活協会が発行した月刊新聞消費者自身に映画混着を連載した。1982年11月9日、病気により死去した。満89歳没。岡島津也子によれば、 養老院で亡くなったとのことである。2001年、イタリアで行われた第20回ポルデノーネ、無制映画祭、現存する一作、相当が上映された。2002年、東京で行われた第15回、東京国際映画祭で、現存する、もう一作、ギンコ交タ回避傘が上映された。クレジットは特筆以外すべて、監督である。公開日の右側には、 監督を含む監督以外のクレジットがなされた場合の、職名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの、現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。制作。 配給は、ミカド紹介、すべてサイレント映画である。制作、配給は、牧野教育映画制作所、すべてサイレント映画である。制作は、牧野映画制作所当時院撮影所、配給は、牧野映画制作所、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、東亜キネマ当時院撮影所、配給は、東亜キネマ、すべてサイレント映画である。 探偵期間文明の復讐撮影時のオフショット、脚本家、監督が俳優と共に芝居をしている。左からすすきた六兵、不明、牧野照子、金森、月形隆之介。毛合取りと天明化放弾の公開を予告する当時のチラシ。右側の天明化放弾に金森番章の名が確認できる。制作は牧野プロダクション五室撮影所、配給は 牧野プロダクション、すべてサイレント映画である。制作、配給は、強律映画プロダクション、すべてサイレント映画である。制作は、市川歌右衛門プロダクション、配給は、松竹キネマ、すべてサイレント映画である。制作は、税王スタジオ、すべてトーキーである。ありがとうございます。